アレックス・ブロスケは、オーストラリア・シドニー出身の元サッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは MF。ウルグアイ系オーストラリア人である。2001年、18歳で、ナショナルサッカーリーグのマルコーニスタリオンズ FC で、プロデビュー。同クラブでの3シーズンで50試合に出場し、2003年と2004年には2年連続で、 リーグの21歳以下 MVP に選出された。04から05シーズン終了後に、オランダの強豪フェイノールトと契約し、直ちにベルギーのクラブ k v c をエステルローにレンタルされたが、足首の怪我から思うような結果が残せず、16試合に出場したのみに終わった。クイーンズランドロア A リーグが新設されるとともに、オーストラリアに戻り、クイーンズランドロアと契約した。 05から06シーズン、チームは、わずかの差で、ファイナルシリーズ進出を逃したが、ブロスケは、アーチー・トンプソンらと共に得点王を獲得した。シドニー FC2006 年2月、ブロスケは、A リーグの強豪シドニー FC へ移籍した。7月15日に行われた、プレシーズンカップで、フルス・クイーンズランドから得点を挙げたのが、移籍後初ゴールとなった。 2006から2007シーズンのファイナルシリーズでも、クイーンズランドから点を奪い、彼らを優勝争いから脱落させた。しかし、シーズン全体を通じては、クイーンズランド時代のような活躍ができず、あるサッカーサイトの期待外れイレブンに選ばれている。2007年11月に、スタジアムオーストラリアで行われた、ロサンゼルスギャラクシーとの親善試合では、シドニーの 前後ゴール中2ゴールを決めた。2007から2008シーズンは、この2ゴールも含め、全11ゴールを挙げ、チームの得点王となった。ジュニーニョ・パウリスタとの連携が素晴らしく、得点のうち5点はパウリスタからのアシストを決めたものだった。08から09シーズン、09から10シーズンとにシーズン連続でチーム得点王となり、アシストも、 多く決めるなど優れた結果を残した。これにより、J リーグの清水エスパルスが獲得を打診したが、シドニー FC は、ブロスケと2011年4月に発行する3年契約を結んでいるとして、移籍に反対した。ブロスケ側は、一定額以上のオファーがあれば、移籍を認める現行の契約が優先されるとして、仲裁期間に決定を委ねたところ、 ブロスケの主張が認められ、清水への移籍が決まった。契約期間は2年で、合計150万オーストラリアドル、約1億3000万円、移籍金、約3000万円と報道されている。 清水エスパルスは不審ごとび新監督の元前面の清水と同じ4から1から2から3システムのインサイドハーフでポジションを獲得し持ち味である2列目からの飛び出しから数多くのシュートチャンスを得ているまた高原直宏が不在のゲームでは3トップのセンター FW を務めることも多い登録名はアレックスである アルアイン FC2012 年9月、アルアイン FC と契約。シドニー FC2014 年6月26日、シドニー FC に復帰した。2019年4月、現役引退が発表された。2003FIFA フフワールドユース選手権に U-20 オーストラリア代表の一員として参加。チームはベスト16に進んでいる。翌2004年には、 OFC ネーションズカップのフィジー戦で A 代表発キャップを飾った。また、同年のアテネオリンピックにも出場し、ベスト8に入った。2009年11月9日、怪我により代表を離れたジョシュア・ケネディの代役として3年ぶりにサッカルーに招集された。翌2010年10月9日に行われたパラグアイとの親善試合で、 試合終了間際に交代出場を果たしている。2011年1月に開催された AFC アジアカップに向けての予備登録枠50人に選ばれた。ケネディとアーチー・トンプソンが怪我で辞退していたため、ブロスケの最終メンバー入りが期待されたが、彼自身も怪我をしたことで候補から外れている。 2011年9月2日の 2014FIFA フフワールドカップアジア予選の対戦で代表初得点となる決勝点を挙げた。ありがとうございます。